立花隆史は、日本の政治家、YouTuber。NHK と裁判してる党弁護士、法72条違反で党首。立花隆史一人放送局代表取締役。マツコデラックス被害者の会株式、会社代表取締役社長。渡辺エージェンシー所属タレント。NHK 職員、パチプロ、フリージャーナリストを経て、政界入りし、千葉県船橋市議会議員。 東京都葛飾区議会議員、参議院議員を務めた、大阪府泉大津市出身。大阪府立篠田高等学校卒業後、1986年4月、教師の勧めで日本放送協会に入局し、和歌山放送局所務部に配属される。1991年7月、NHK 大阪放送局経理部に移動。1998年7月、 NHK 本部報道局スポーツ報道センターに移動。2004年7月、NHK 本部編成局に移動。2005年4月、週刊文春で NHK の不正経理を内部告発し、7月に自身の不正経理で懲戒処分を受け NHK を違反退職する。その後、フリージャーナリストとして活動。また、立花は、 NHK 退職後8年間はパチプロで生計を立てていたと自称している。2012年9月7日、立花隆一人放送局株式会社を設立し、同盟のホームページを開設した。大阪で民主党の森山博之衆議院議員のボランティアスタッフやみんなの党のサポーターなどを務めた。あと、2013年6月、政治団体。 NHK から国民を守る党を設立し、初代代表に就任。2013年9月、大阪府設市議会議員選挙に立候補したが、落選。2014年2月、東京都町田市議会議員選挙に立候補したが、落選。2015年4月、千葉県船橋市議会議員選挙に立候補し、2622票で、当選。保守系、自民党系会派。 県政会に所属。2016年7月、船橋市議会議員を任期中に辞任して、東京都知事選挙に立候補したが、落選。NHK の政権放送で、NHK をぶっ壊す。などと NHK 批判を展開し、ネット界隈で話題となる。2017年1月、大阪府茨城市議会議員選挙、7月、 東京都議会議員選挙に立候補するモラクセン。2017年11月、東京都葛飾区議会議員選挙で2954票で当選。2018年4月、埼玉県埼玉市に本社を置く芸能事務所、渡辺エージェンシーと専属契約を交わしたことを発表する。2019年5月、大阪府堺市長選挙に投稿人で立候補したが、 落選。2019年7月21日に行われた第25回参議院、議員通常選挙に比例区から立候補し、参議院議員に初当選。2019年10月10日、参議院埼玉県選挙区の補欠選挙に立候補を届け出て、参議院議員を自動辞職。2020年4月、7月5日に行われる、東京都知事選挙に出馬することを表明。 自らが代表となって新規に立ち上げた堀江門新党の公認候補として立候補した。なお、同選挙には同党から立花を含め3人が立候補した。2019年7月21日投開票の第25回参議院議員通常選挙に比例区から立候補し当選した。同時に同党は政党要件を満たしたため国政政党の党首となった。 同年10月8日、参議院議員を辞職し、同月10日に告示される、予定の参議院埼玉県選挙区の補欠選挙に出馬する意向を表明した。同月10日、立候補を届け出て、参議院議員を自動辞職した。参議院議員に当選してからわずか3が、月足らずでの辞職であり、2025年までの任期の、参議院議員を辞職して2022年までの任期の、 参議院議員の補欠選挙に出馬するというのも珍しい。なお、この失職により、新人の浜田里氏が繰り上げ当選した。10月27日の投開票の結果、全埼玉県知事の上田政二に敗れ落選した。同月19日の会見で同補欠選挙で落選した場合、11月10日に投開票が行われる海老名市長選挙に立候補する意向を示し、 落選の2日後正式に表明した。投開票の結果、現職の内野優に敗れ落選した。11月12日、同月24日投開票の桜井市長選挙への立候補の意向を示した。投開票の結果、現職の松井正郷に敗れ落選した。落選後、12月8日投開票の小金井市長選挙への立候補の意向を示した。投開票の結果、 現職の西岡新一郎に敗れ落選した。2020年1月31日、4月に行われる静岡4区補欠選挙に立候補の意向を示した。しかし、後に撤回した。5月26日、7月5日投開票の東京都知事選挙への立候補の意向を示した。投開票の結果、現職の小池由里子に敗れ落選した。 2021年6月11日、自身の YouTube において、新型コロナウイルスの症状が収まらないとして入院することを明らかにした。同月21日に退院報告をした際に、無事にコロナの入院から退院しまして、色々とご心配をおかけしましたと述べる一方、以前より述べていたコロナは風邪であるという従来の主張についても、 コロナに関しては、いろいろな人がいろいろな価値観を持って考え方が違うと思うが、僕自身はやっぱりコロナは風邪だなとし、風邪はそれだけ怖い病気だが、若い人には全くもって大したことではないと YouTube で述べた。NHK をぶっ壊す。おキャッチフレーズとして公言しており、YouTube などを通じて NHK 問題について解説している。2010年に、 尖閣ビデオ流出事件に大きな衝撃を受けて YouTube を始めようと決意する。2011年11月にはインターネットテレビ立花隆一人放送局の放送を開始した。11月16日 YouTube チャンネルを開設。2012年から立花隆一人放送局の株主を募集をしながら増資をせず株主総会も一度もなければ配当もない。 詐欺行為の疑惑が週刊文春により報道された。立花は会社の資金でなく自身の貸し付け行為として処理したことを同志のインタビューで認めている。2019年7月21日の参院選、東大開票日、選挙特番に出演した立花は今回の参院選における資金と候補者は全部 YouTube で集めたと話した。マツコデラックスへの抗議活動。 マツコデラックスが2019年7月29日の5時に夢中において NHK から国民を守る党に投票した有権者を批判した。8月12日、立花はこれに抗議するために高島町にある東京 MX の1階スタジオの前で約1時間にわたり動画の生配信を行いながらマツコと東京 MX を批判した。翌日の記者会見では マツコの発言へ抗議するためとして、マツコがレギュラー出演する月曜日の放送時間に合わせて、東京 MX で出待ちを続けることを予告した。日本維新の会代表で、大阪市長の松井一郎や、漫画家、評論家の小林義則、お笑いタレントの大田光、YouTuber の柴田ラは、立花の行動を非難した。その上数日後には、自身の YouTube 上で、 五時に夢中のスポンサーである、企用券の商品の不売運動を呼びかけたが、後日この騒動に関係ない、企用券を巻き込んだことに謝罪した。虐殺発言2019年9月、元イ田市議会議員の神谷隆平との対談動画の中で、世界平和をするためには人口コントロールだと思っている。バカな国ほど子供を産むから、バカな民族というかねと発言し、 アホみたいに子供を産む民族はとりあえず虐殺しよう。ある程度賢い人だけを生かしといて、あとは虐殺して、と、ジェノサイドを早期させるかのような発言を行っていた、ことが報じられた。また、別の動画では、差別やいじめは神様が作った、摂理、自然でいいんじゃないか。神様が作った自然だ。人が人を殺したりすることも神が作ったシステムだから。 といった発言もあったと報じられた。立花は、上記動画にて、やる気はないけどとも述べており、これらの発言が報道された後、動画にて、そんなつもりは、さらさらない、そんなことしようとする人には、大反対と、全否定している。この発言に対し、社民党幹事長の吉川元は、人種差別の正当化であり、断じて容認できない。即刻撤回、謝罪し、 議員を辞職すべきだとして、立花の議員辞職を求める談話を発表した。退域除去フィルタ機器、イラネッチ系をめぐる裁判2015年6月1日、立花がテレビジョン放送のうち NHK だけを受信しないようにする、退域除去フィルタ機器、イラネッチ系を、千葉県船橋市の当事務所県自宅のテレビに取り付けた上で、 NHK との受信契約義務がないことを確認するため、東京地方裁判所に債務不存在確認訴訟を起こした。2016年7月20日、東京地方裁判所は、イラネッチ系を設置しても取り外せば NHK は受信できるとして、立花に対し1ヶ月分の NHK 受信料の支払いを命じた。立花は、イラネッチ系をテレビに溶接し、 取り外しができないとして、東京地方裁判所に提訴したが敗訴した。NHK 受信料の徴収をめぐる裁判2015年8月、NHK 受信料徴収業務の委託を受けた、業者に自宅を訪問された千葉県の人物から電話で、相談を受けた立花が、この人物に NHK に対して医者料10万円の支払いを求める裁判を、松戸管理裁判所に起こさせた。 この裁判は、千葉地方裁判所松戸支部に移送されるも、二千十六年、敗訴。同年、NHK は、立花らが勝訴の見込みがない裁判をこの人物に起こさせたとして、立花らに弁護士費用相当額十四万円の損害賠償を求めて、訴した。二千十七年七月十九日、東京地方裁判所は、立花らが NHK の業務を妨害するために訴訟に、 関与しており、裁判制度を不当に利用する目的があったと指摘。訴権の乱用による業務妨害であるとして、NHK の訴えをすべて認め、立場ならに54万円の支払いを命じる判決を言い渡した。短期賃貸マンション入居者の受信契約をめぐる、裁判短期賃貸マンション入居者が NHK 受信料を不当に支払わされたと主張し、 返還を求めた訴訟を立花らが支援二千十六年十月二十七日東京地方裁判所はテレビを設置したのは物件のオーナーか運営会社であり入居者には受信料の支払い義務はなかったとする判決を言い渡した一審判決を受け NHK は控訴。二審の東京高等裁判所は受信設備を占有している人も設置者であり入居者には 支払いの義務があると判断を下した。原告は上告したが、2018年8月29日、最高裁判所は訴えを退け、NHK が勝訴した。ワンセグ携帯裁判2017年12月27日、ワンセグ携帯の所有者に NHK 受信料の契約義務があるかを争った、訴訟の判決で、東京地裁が請求を棄却する。 2018年6月、東京高裁も地裁の判決を支持し敗訴。受信料不払いをめぐる NHK との裁判参議院議員に当選後、議員会館にテレビを設置し、NHK と受信契約を締結した上で、不払いすることを宣言している。あえて受信契約を締結することについては、法律上 NHK との契約の義務があることや、 契約後の不払いであれば5年で時効となり、申し立てにより過去の受信料は消滅するほか、時効分は裁判でも請求できないことから、立花は受信契約を締結し、インターネット等の受信料窓口から、振込用紙による支払いへ、変更手続きを行った上で不払いをすることを推奨しており、議員会館についても同様に契約して、不払いをするという。 これに対し NHK は2019年、未払いの受信料4560円の支払いを求める裁判を起こした。2021年2月17日、東京地裁は NHK 側の訴えを認め、立花党首側に受信料の支払いを命じた。立花党首側は、受信料の支払いは NHK との間で争っている別の裁判の訴訟費用での総裁を求めていたが、 東京地裁はこれも認めなかった。不正競争防止法違反2020年3月14日、NHK と受信契約を結ぶ顧客の情報を不正に取得したなどとして、不正競争防止法違反と威力業務妨害容疑で、警視庁から任意の事情を聴取と N 国関係者の家宅捜索を受けた。2019年9月、 都内の路上で NHK 受信料の集金スタッフの男性の業務用端末に表示させた NHK の営業秘密である顧客情報を動画で撮影して不正に取得した上 NHK 放送センター前や上田両一会長宅前で撮影で得た契約者の個人情報を念頭にインターネット上に拡散するなどと発言し NHK を脅し 会長への面会を迫るなどした疑いが持たれている。集金スタッフの業務用端末を撮影する様子は関係者によって YouTube に公開されていた。当該動画はすでに削除されている。4月7日、不正競争防止法違反と威力業務妨害の疑いで元集金スタッフと共に書類送検された。4月9日、不正競争防止法違反や 公術の中央区議への脅迫などの罪で在宅起訴された。森友学園問題、森友学園関係者が死亡した件について、摂津市議会議員の渡辺慎吾市議が遺体の状態を知っていたことなどから、渡辺が殺害に関与した疑いがある、取材に圧力をかけた胸の発言をした動画をアップロードした。渡辺は立花を名誉毀損で、 刑事告訴及び損害賠償請求を起こした。刑事告訴では、権利不十分で不起訴になったものの民事訴訟では、名誉毀損を認定し30万円の慰謝料を命じられた。この慰謝料の支払いを立花側が拒否したために陰報酬の差し押さえとなった。原告となった渡辺は、根拠なく物事を主張する人間、支払いを拒否するなど順法精神に問題があると批判した。 記者への暴行事件2018年の末年で行った選挙運動で記者に暴行を加えたとする記事を掲載した不走者を名誉毀損提訴200万円の損害賠償を求めた2019年11月15日東京地裁は腕を掴んでいるので暴行は真実であると判断し立花の請求を棄却した中央区議への脅迫事件2019年4月に N 国党から立候補して当選しその後、立党した東京都中央区議の男性に対し、7月上旬に YouTube にぶっ壊すなどと発言した動画を投稿した。男性は被害届を提出し、10月2日に立花は脅迫容疑で書類送検された。ジャーナリストへのスラップ訴訟2019年9月19日、久保田学立川市議会議員が、 フリージャーナリストによるインターネットサイト上の記事において立川市に居住実態がないなどと書かれたことについてこれを名誉毀損であるとして遺写料を求めて提訴これに対しフリージャーナリストも久保田が経済的な負担を課すことを目的に裁判を起こしたとして遺写料を求めて反訴した裁判の判決が千葉地裁松戸支部で言い渡された同判決は久保田の訴えを棄却した上 その提訴自体が不法行為であるとして、反訴していたフリージャーナリスト側の弁護士費用を含む約78万5千円の賠償を久保田に命じた。立花自身がスラップ訴訟と抗言していた上、判決でも立花の関与を指摘、スラップ訴訟であることが認定された。なお、立花は週刊誌の取材に対し、スラップ訴訟は日本では違法ではないと正当性を述べている。 ありがとうございます。